れブルースリーファンの人怒るね。わちゃおひどい。どっちどっちって言ってんの。ヌーサイン。ヌーサイン。関東語。関東語か。ヌンチャク、ヌンチャク。ヌンチャク。ブルースリーも何でもできるね。レジェンドもレジェンドよ。ちょっと驚いてるな。怖い、自分が怖い、本当に怖い。まずりんたろーさん、うん、最初の手、そうね、指、うんうんうん、こうなってたからね。分かる。親指と小指がピンって取ってるから。テレビ分かる、よく分かる。テレビよく分かる。ひどい。だからいいから、もう本当に昨日から申し上げてるんですけど、タイムフリーやめよう。タイムフリーはもうやめたい、僕は本当に。同じこと思ってる方はいると思うの。同じ意見です、ね、に関しては。しつこいよ、しつこい。こんななんか一週間も振り返ってきてるなんて、しつこい、しつこいよ、嫌われるよ。おじめしないね。生放送の意味がない。良さがないよ、生放送。そうだね、タイムフリーだったらね。いや、この番組マリさんもそうだと思いますけれど、うんうん、生放送だからって引き受けたじゃないですか。そうそうそう、この後から振り返ったりさ、うんうん、送ってこられたりされたら困るよね。困る、困るよね、うん、それは同じ意見でございます、はい、やっと一致しました。ただブルースリーはひどすぎる。本当にごめんね。だからブルースリーめっちゃごめん。マリ大好きだよ、あんなにかっこいいのに。ブルースリー、うん、かっこいいよ。まあ、じゃあ言っといて、もう一度言っといて、じゃあ今度よろしく。言っとくさね、ブルースリーに。ひどかった、本当に。私が悪いの。ヌンチャクに関しては、お手玉みたいなやつだからね。しょうがないさ、もうこれやってしまったもんだから。あれ、お手玉だね。ジャグリングだったら、うん、もうちょっと手の動きゆっくりだから、早かったからさ、落ちてくるのが早いってことは、やっぱお手玉だったね。もう何でもいいよ。ひどいありさまでした。はい、インスタリームで見れました。どういたしまして。